聖火帝は、明朝の、第九代皇帝。意味縄未信。病後は剣奏。日本では、知性の元号から一般的に聖火帝と称される。秋のり集長複蔵第六代皇帝の、永宗聖刀帝の長男として生まれる。聖刀十四年に、土木の変により父帝が捕虜となりょうじの、影安帝が即位すると、一時皇太子に立てられるが、間もなく、敗されて、 義王に封じられた。影康八年の脱門の変の結果、聖刀御門が天順帝として重訴すると、再び立退しされた。天根順八年に父御門が死去すると、後を継いで即位する。即位後の聖火御門は脱門の変で処罰された、右県の名誉回復を行い、影康御門の定号を復活させ、また民情を考慮して政務に励み、琉球、羽み、シャム、 ドロ三サンバジカンなどからの入校も見ている。しかし末年になると法術に系統指同士を徴用、同士を霊部次郎に任命し、多くの同士を伝捧ぐ官として禁じさせるなどの人事を行い、また、自身の乳バで19歳年上の救助である万期費を長愛したことで、調整は混乱。これに反対するものを監視すべく大ただしら、観覧による、徴法機関である。 西章を発足させ、進化の監視を強化させるなどを行っている。当時高級では、長期の満期費が戦王を振るい、満期費のな男子が、生後間もなく溶接すると、生神門と他の非女との間に解任があると満期費により打退させられていた。その結果、壮年となっても、後継の着手が存在しない、生神門であったが、後に、 側近の勘案により万期妃の手を逃れて密かに育てられた巫女の主優がいることを知らされる。これが後の工事帝である。その事実を知った万期妃は主優の毒殺を計画するが、主優は難を逃れ、毒殺に失敗した万期妃は1487年に噴死した。その死に悲嘆に暮れた聖火帝も同年に死去した。去年十一。剣病準費大志望指名。 剣病性非竹絞氏名。ありがとうございます。